今から外交防衛委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る25日、杉久武君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君が選任されました。外交防衛等に関する調査のうち、ウクライナをめぐる諸問題に関する件を議題といたします。本日は本件調査のため3名の参考人からご意見を伺います。ご出席いただいております参考人は、元駐ロシア大使館特命全権公使川藤昭雄君、慶応義塾大学総合政策学部准教授鶴岡路人君、および国際政治学者グレンコ・アンドリー君でございます。この際、参考人の皆様方に一言ご挨拶申し上げます。本日はご多忙のところご出席をいただき誠にありがとうございます。皆様から忌憚のないご意見を賜りまして、今後の調査の参考にしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。次に議事の進め方について申し上げます。まず川藤参考人、鶴岡参考人、グレンコ参考人の順にお一人15分程度でご意見をお述べいただき、その後委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。またご発言の際は挙手をしていただき、その都度委員長の許可を得ることとなっておりますので、ご承知おきください。なお、ご発言は着席のままで結構でございます。それでは川藤参考人からお願いいたします。はい、かしこまりました。